おはようございます。今日は、午前中に出発できました。だいたい約20キロぐらい先の、場所を今目指して走っています。初めて行くとこなんですけど、ソブラの森っていうところ、なんかキャンプ場とかがあるとこなんみたいなんですけど、まあ、季節的にも冬なんでキャンプでしてる人がいるのかどうかよくわからないですけど、そのすぐ近くになんかカフェというかベーカリーレストランなんですかね、なんかレストランがあるみたいで、あんまり知られていないのか、ただまあまあでも人気があるとこみたいで、今のまあこのコロナ禍の状況なんで、土日祝は予約制みたいで、でまあ空いてるか分かんなかったんですけど、電話してみたら空いてるってことなんで、まあ今日は一人なんで、行けたのかもしれないですけど、ということで一応予約できたので今向かおうとしています。ここは国道確か170号線をずんずんと、南の方というかそっち方面に今走っていっています。今日はもうすごい見ての通り快晴です。日曜日はもうなるべく何もしないようにいつもしてるんですけど、さすがにちょっとこれはいかないかと思って出てきてます。まあそこでお昼を食べて、まあもうそのまますぐ家に帰るつもりです。まあまたそこ行ってよかったらまたちょっと TB1E と一緒に行けたらいいかなと今思って、まあ下見みたいな感じで行きたいと、のんびり行きたいと思います。マスクしてると今の季節だと逆にあったかくていいんですけど、サングラスがむっちゃ曇って走りにくいですね。安物のアマゾンで買ったやつの超高サングラスつけてるんであれなんですけど、まあ仮にいいやつ買ったとしても同じなんだろうな。たまにレンズの部分にちっちゃい空気取り込みこうみたいな穴が開いてるやつがあって、昔それを超高じゃない、まあ、レンズでそういうのをやってて、それはすごいちょうど確かに曇らなくてよかったんですけど、超高レンズかつそういうのがあれば一番いいんですけどね、まあ、ほんで安いと、はい、この超高レンズってやっぱ便利ですよね。あんまりサングラスするのって視界がやっぱ暗くなるからあんまり好きじゃなくて、偏光とかもちょっと見え方がなんか偏るとあんまり、車乗ってる時偏光レンズみたいなでサングラスつけたりするのってあんまり好きじゃなくて、で超高やとまあこういう昼間の時はすごく視界がクリアで、あ違うな、昼間でこういう日が強いとサングラスみたいに黒くなって曇ってたりとか、夕方とか夜になってくるとクリアになってくるんで、すごく扱いづらい安くて好きなんですけどね。こういうガタガタのとこでマウントがどんどん出てくるんですよ。もうメガネが曇ってきた。でマスクを外す。上着をちょっと寒いかなと思って上着を最初ちょっと厚めのやつ着ていこうかなと思ったんですけど、意外と外出るとそこまで寒くないなと思って。結局去年買ったワークマンの防風というかウィンドブレーカー的なやつを着てきてるんですけど、ベンチレーションがあったり背中の方が空気抜けるようになってるんでちょっとひんやりするんですけど、まあ今の時間帯だったらちょうどいいですね。日が暮れちゃったらちょっとこれ多分寒いなと思うんですけど、こういうところもこの脇の雑草とか綺麗に整備してもらって自転車道みたいなの作ってくれたらいいんですけどね。この結構車道ギリギリの脇を通って逃げ場がないようなところなんで、ち
っと怖いですよね。まあ自動車の方も怖いと思うんですけど、おすごいクレーンが、上の方すごい道路が走ってます。これ何の道路なんだろう。あの関東に行く高速ではないか、よくわかんないな。何やろ、阪和道かもしれないですね。お結構あの峠道になってきました。結構山の奥に入るんだな、この目指してるお店。本当にこんな道進んだ奥にそういう人気のレストランがあるんですかね。ちょっとまあ行ってみてのお楽しみですね。日差しがあると違うな。路肩があんまりないんで車があんまり来てほしくないですね。マスクしてるとちょっと息苦しいけど、よいしょ。おお、川が流れてる。あ、全く初めて通る道なんで全然合ってるのかどうかもよくわかんないんですけど、まあ自転車ナビタイムの言う通りに一応来てます。お、来ました、ソブランの森レストランに来ました。あ、出てきた、ソブランの森レストラン、約1キロ、もうちょっとです。あ、確かに右側キャンプ場が広がりますね。キャンプしてる人いるな、すごい。そうみたい。英雄園地っていうキャンプ場の中にあるみたいです。すごい。冬にキャンプ場来るなんてなかなかないよ。でも今まあキャンプ流行ってるから意外とでもいるんですよね。到着しました。これですね、ソブラの森レストラン。行きたいと思います。
じゃあ自宅に向けて帰りたいと思います。贅沢に一人でオーガニックのワンプレートランチを楽しませていただきました。ちょっといい、結構いい値段でしたけど、やっぱそれだけでも美味しかったですね。満足ですね。こういうゆったりとした森の中でめっちゃジャズというか音楽がゆったり流れて、すごい贅沢な時間ですね。コロナのあれで今予約のお客さんしか受け付けてないんで、余計ゆったりと食事を楽しめてすごく良かったですね。こんなところにこういう素敵なお店があるとは驚きでした。はい、また今度はやっぱり TB1E と一緒に来たいなと思います。ちょっと今の時期ちょっとキャンプはさすがに寒すぎてあんまりする気がなくなるんだけど、またちょっと涼しくなったら来てみたいですね。距離もほどほどに、片道20キロ程度なんで結構来やすいですし、適度のアップダウンもあってなかなかいいサイクリングコースでもあるなと思いました。ここを抜けるとまた里山、田舎の田園風景が、はい、開けてきました。よし、おお、あったかい、いい景色ですね。あとまた1時間ちょっと半ぐらいかけてゆっくりと安全運転で自宅に帰りたいなと思います。今年はあと何回動画上げれるかわかんないですけど、そろそろ師走でいろいろと皆さん用事があって、自分も含めて自転車になかなか乗る回数がちょっと減ってきちゃうかもしれないですけど、できるだけまたちょっとどっか行きたいなと思ってます。はい。